お待たせしました。これって何の集まりなの？みんなでプールに行くんだよ。え？優待券の人数が5人までだから、瑞葉も連れて行こうと思って。兄さん、最後は瑞葉か。どうかな。どうと言われても最高だと思います。お待たせ、ケーキくん。トップバッターは佐伯先輩ですか？普通だ、佐伯先輩のくせに普通の水着だ。ケーキくんが清楚なデザインが好きなのはリサーチ済みよ。確かに水着のデザインは清楚だけど、いつもお世話になってるからな。日頃の感謝を込めて俺からのプレゼントってことで。あ、うん、そういうことならありがとう。リア充め、時原さゆきです。高校3年生で学校では書道部の部長をしています。からかうと素直に顔を赤くしてくれるし、いつも優しいから大好きなの。私の気持ちを受け入れてくれるなら、私の全部をあなたにあげるわ。ケーキ先輩、ユイカと滑り台で遊びましょう。ダメよ、ケーキ君は私と波のプールで遊ぶんだから。一旦話してもらっていいかな。俺の理性が危険で危ない。兄さんモテモテだね。そういうのじゃないから。友です、キリュウ瑞穂です。私のことをすごく可愛がってくれるんだけど、たまにシスコンすぎて困ることもあるんですよね。でも私の料理は美味しいって言ってくれて、私は兄さんが大好き。勝者古賀ユイカ。これでケーキ先輩はユイカのものです。だから俺の意思は。今のはすごかったわね。いや笑い事じゃって、いやー、佐伯先輩、胸。え、それくらいなら付き合ってもいいぞ。本当？やってね。大丈夫か。うん、ありがとう。やっぱりここか。かわいい妹をほったらかしにして女の子たちと遊んでた兄さんが悪いんです。ちょっと抱きしめてもいいか？ダメ。でも私とも遊んでくれたら許してあげます。ちょっと待っててくれる？放っておけるわけないだろう。兄さんすごい。